耳をよーく澄ませてごらん。これは何の音かわかる？おいムック、考えてよ。はい。はい、わかりましたですぞ。新幹線ですな。ピンポンピンポン、大正解。みんなはわかったかな？じゃあ、これは何の音だ？あれ？あららららららら、だーと、なんでしょう？ヒント。煙を出して走る乗り物。ん？もしかして、あれですかね？答えはね、このビデオを見ればわかるよ。ん？ムックはわかりましたぞ。みんなも考えておいてくださいね。じゃあみんな、ガチャピン。ムックの？乗り物大図鑑。始まり！いろんな電車。出発しますよ。あ、そうだね。そうそうそう。じゃあ行こうか。はい、行きましょう。お姉さん、おはようございます。おはようございます。ムックです。よろしくお願いします。あ、いいぞムック、出発するよ。はいはい。わおお、あーあThank you.
見えていいね。はい、いろんな景色が楽しめていいな。ところでガチャピ、何、私たちこんな高いところにいるけれど下はどうなっているんですかね。そうか、よしムック、見に行ってみようよ。はい、行きましょうよ。気をつけてよ。はいはい、あった、行きましょう。ここはね、個室になっているんだよ。あら、ほんとだ。家族で旅行かな。みんな楽しそうですね。よしムック、あっちへ行ってみるよ。はい。ここはサービスコーナー。はい、ほら、いろんなもの売ってるでしょ。 おにぎりでしょ、サンドイッチがあって、おやおや、チョコレートだ。行くよ。あ、でもなんか食べたいな。なんですかね、降りてみましょうよ。よし、ね、行ってみるよ。はい、あ、気をつけて。あら、みんな遊んでるね。私たちも遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。よっと、じゃんけんぽん、乗ってください。どうぞ。やったはっ、ちゃんとおいしい、ちゃんとおいしい、知って得する、なぜ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 、乗り物クイズ、チャレンジチャレンジ、君に聞きたい乗り物クエーション。の名前何か知ってる？よく考えて。一番長い駅の名前だよ。ゆっくり考えて。答えをどうぞ。答えを発表します。南阿蘇、水の生まれる里、白水高原っていう駅の名前が正解だって。はあ、私も言えましたぞ。みんなもぜひ覚えてくださいね。当たったみんなも、違ったみんなも、ちょうど時間となりました。またお会いいたしましょう。やいや、みんな、ムックはこれからこのブルートレイン北斗星に乗って北海道に行ってきます。北斗星って初めて乗るんだ、楽しみですぞ。みんな、ほら、夕日が綺麗ですぞ。旅はやっぱりいいですな。いや、ムック、どこまで行くの？北海道へ桜を見に行きます。北海道は今頃桜が咲いてるね。気をつけて行ってらっしゃい。はい、ありがとう。みんな何をしているのかな。あ、お弁当食べてる。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。どちらへ行くんですか？松前まで桜を見に参ります。今桜は満開ですかね？だいぶ咲いてるそうです。あ、そうですか。なんだなんだ。わあ、食堂車ですぞ。美味しそうな料理。これフランス料理なんだって。ムックもたまにはこんな料理食べなくっちゃね。いただきます。まずね、このフ
タンスタン、おお、これはいいですよ。日本語ふかふかカチカチふかカチカチと、どこでほんのほんと、うんこんこんこん、おいしいよ。はあ、食事の後はこうしてゆっくりするのもいいですな。夜の景色が綺麗ですぞ。ほら、おや、素敵な部屋がありますぞ。ほらららら、え、ムック、当たったね。あ、おじさん、この部屋すごいですね。まるでホテルみたいですぞ。ええ、この列車で一番豪華な部屋なんだよ。今日はムック、ここに寝ちゃおうっと。夜になっても列車は走って走って走り続けました。あー、ふかふかで気持ちいいな。そして朝、シャワーの後は気持ちがいいな。あら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 、ちょっと、なんでしょうね。なんだ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 。北海道に入ってディーゼル機関車に交換。よいしょ。いやいやいや、こんな生活も悪くはないですぞ。こうしてムックの乗ったブルートレイン北斗星は桜を求めてどこまでも走り続けるのでした。何ですか？カートレインは人と車を一緒に乗せて走る列車のことなんだよ、ムック。ああ、来た。はあ、これがカートレインですか。かっこいい。フォークリフトでどんどん車を乗せるんだ。そして人はここから乗ります。ガチャピン一緒に乗って広島行ってきます。いやいや、いや、あ、バイバイ。本当に乗ってちゃうの？いいな。2人で田舎のおばあちゃんに会いに行くんだよ、ガチャピン。いいなぁ。みんな降りる用意をしていますぞ。
て乗せてきた車を降ろします。車を降ろした後、カートレインは九州へと向かいます。いやー、ご苦労さんでした。これは何ですか？ああ、朝潮でした。今度の問題はさっきと反対。日本で一番短い駅の名前だよ。これは知ってるかもしれないね。正解したら君はもう乗り物博士だよ。じゃ考えて。ゆっくり考えて。答えをどうぞ。どうですか、わかりましたか？えへん、答えはつ。ムックはわかりましたですぞ。つという名前の駅なんですね。知らないお友達がいたら教えてあげるといいよ。当たったみんなも、違ったみんなも、電車じゃできませんよ。そうだよ、すごいだろ。もっと驚くことがある。このリニアモーターカーには車輪がないんだ。いやと、車輪がなくてどうして走るんですか？それはね、はい、ここにあるんだよ。ここってどこよ？どこ？お？ここ、ここだよ。よく見てよ。わわわ、車体が浮いた。それに浮いてる時はね、こんなこともできるんだ。よく見ててよ。それってわわわわわわ、ガチャピンが電車を押してる。リニアモーターカーは浮いているから揺れないし静かなんだよ。これからね、運転手さんに頼んで運転させてもらいます。ギョエー、ガチャピンが運転するの？任しといてよ、ムック。大丈夫ですか？よろしくお願いします。ガチャピン、次やってみよう。はい。僕が運転手だぞ。よし、まず左にある四角いボタンを押して。四角いボタン、これだな。よっとっと。うわ、浮いた。あとはこのハンドルを手前に引けば走るんだよ。これですね。よし、手前に。よいしょと。ん？わあ、走った。やっほー！いいぞいいぞ。やっほー！
は路面電車を見に広島へやってきました。ガチャピン、路面電車ってどこにあるんです？なんかワクワクしちゃいますよ。ママムック、落ち着いて、すぐにわかるから。そうですか。あらららららら、こんなところに線路がありますぞ。あ、ムック、それはね、なんか匂いますよ。危ない。ドバー、ドドドドドドド、もう、あら、あら、道路の上を電車が走ってますぞ。あれが路面電車だよ。なるほど、道路の上を走るから路面電車なんですな。そう、乗ってみようか。はい、乗りましょう乗りましょう。へえ、こうやって運転するんですな。あらら、ガチャピンムック、おはようございます。楽しいかい？はい、楽しい、はい、ね。いやいやいや、いろいろな路面電車が走ってますね。そうだよ、広島だけでも24種類の路面電車が走ってるんだよ。そんなに走ってるんですか？乗ってみたいかい？あの、いいんですか？ああ、いいよ。やったやった やったうわー、すごいすごいすごい。あだ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 、いろんな電車があるんですね。今日はどうもありがとうございました。また遊びに来てくださいね。はい、田辺さん、ありがとう、さよなら。さよなら。ムック、はいはいはい、あれ何か知ってる？何なんですかね。信号所といって、路面電車が交差点でどう進むか決めるところなんだって。へえ、ぶつからないように電車の行く方向を分けているんですな。そう、スイッチをこうするとこう進むんだよ。へえ、こうするとほう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 、こう進むんですな。そう、面白かったですね。あ、ガチャピン、また来ましたよ、路面電車。よし、乗っていこう。はい、早く早く、はいはいはい、ちょっと待ってくださいよ。乗るよ。はいはい、やった、はい、やった、やった。ねえムック、次どこに行こうか。のんびり行きましょうよ。そうだね。あー、ポカポカと気持ちがいいですな。あ、なんかね、お腹が空いてきちゃいましたよ、私は。はい、ムック。あ、はいはいはい、はい、ねえねえ、あれ何？あ、どうやー、煙がモクモク走ってますぞ。うん、よし、行ってみよう。はい、あ、じゃあ、じゃあ、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 りゃ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 、あれはムック、蒸気機関車だよ。はい、よし、追っかけっこだ。追っかけっこ、あ、ちょっと待ってください。あ、やっと追いつきましたぞ、うん、これが蒸気機関車か。はい、煙突からモクモク、車輪もゴツゴツ。発車だ、ムック乗るよ。はい、よっこらし、よいしょと。いやー、ガチャピンはどこ行っちゃったんでしょうね。まあ、それにしてもいい景色ですな。あ、すいません、お弁当ください。はい、どうも。やっぱりこういう時は駅弁ですよね。へえ、電気じゃなくて石炭を燃やして動くんだ。すいません、僕にやらせてください。はい、どうぞ。うまくできるかな。お邪魔します。よっと、よっ、よいしょ。もう一つ、それっと。
ガチャピンどこへ行ってたのよ。おでこに墨つけちゃって。あ、これ、あ、駅長さん、今日はどうもありがとうございました。もっといいものを見せてあげましょうか。あの、本当ですか。うわ、見せてください。はい、それではどうぞこちらへ。はい、僕行くよ。二人は機関車の向きを変えるときどうするのか知ってるかい。知りません。こうすんだよ。うわー、機関車が回ってますぞ。下の台が回るんだ。そうですね。へえ。石炭を燃やして走る山口県の蒸気機関車山口号、みんなも乗ってみない？いいね。いやいやいや、面白かったですな。ねえ、どう、みんなも面白かった？電車のいろいろなことが分かりましたぞ。ところでね、みんなさっきの答え分かった？もちろん、シュッシュッポッポーの蒸気機関車ですよね。ピンポン、その通り。ねえ、さすがはムック様。いやいやいや、なんのなんの、まいったな。これでみんなも私も今日から乗り物博士でありますぞ、ムック様。はいはい。実はね、もっともっともっと面白いものがあるんだよ。なんなのなんなの。ポンキッキの乗り物大図鑑はもう一本出てるんだ。もう一本出てるんですか。わあ、どうしようどうしよう。それにはね、新幹線の光のぞみ号も出てくるんだ。わあ、新幹線なんて、わあ、私もうダメ、もうダメよ。わあ、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、ムック、どうどうどう、とっても面白いからみんなも見てね。はい、じゃあまたね。また会いましょう。